皆さんこんばんは。5月18日木曜日、時計の針は夕方6時になりました。今日も夕刊 TV スタートです。キャスターの金城玲子です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日は久しぶりにお天気も回復して爽やかな一日となりました。皆さん久しぶりに洗濯物を気持ちよく干されたのではないでしょうか。さあそれでは今日もここ読谷村地域振興センター3階テレビスタジオから夕刊 TV 30分お届けしてまいります。まずは今日のラインナップです。今日の一番ニュース、ユンタンジャ村長出番ですよ。夕刊読みラジは焼き鳥島作、美味しい情報です。そして FM 読谷インフォメーション第33回読谷村老人クラブ芸能大会開催、他たくさんの情報をお届けしてまいります。さあそれでは早速まいりましょう。今日の一番ニュース、今日の話題です。ユンタンジャ村長出番ですよ。皆さんもおなじみだと思いますが、石峰連立村長がユンタンジャ出番ですように月に一度ご出演されます。さあその月に一度皆さんにね、声とそして映像でお届けしているんですが、さあ今回は、どんな情報を皆さんに発信したのでしょう。振り返ってみます。それでは早速 VTR スタート。はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ、今日のゲストは石峰連立ユンタン村長をお迎えしての1時間となっております。月に一度ご出演いただいておりましてですね、まあいろいろとユンタン村の近況報告をしていただいていると、まあ村長からの目線でユンタン村のね情報を私たちに提供いただくっていうのはおそらく他の市町村ではなかなかないんじゃないかと思います。月1回ですからね、本当にご多分の中来ていただきましたありがとうございます。さあもうスポーツ関係ゴールデンウィーク、本当に4月の下旬から5月の後もいろんなことありましたけれども、まあ、それ以外のまた、ね、情報も伺っていきたいと思います。はい、まあ、読谷村これまでも、うん、まあ、これからもまだまだ続くんですけど、はい、返還軍用地のアトリオということですね、はいはいはい、ずっとございまして、うん、一昨年来、準備していました大きい大湾地区のですね、うん、これは国道バイパスで、はいはい、トリステーションの中から一部ですね道路が、通って、東側に、はいはい、三日月城にですね、なるほど、残された地区があって、ね、それはもうもちろん基地として一体的には使えないということで返還されてるんですけど、うん、そこ の,地区はですね、まあ、基本的に大木地区というんですけど、うんうん、まあ、地名がですね大木大湾地区、うん、跡地利用推進地主会というのがですね、結成されてまして、そこもですね今40名余りのですね皆さんが、本当に読谷で住みよいですね田園風景の残るあれを作っていこうということで、まあ、みんなでですね知恵を出しながら、またもちろん役所も一緒になってですね、うん、区画整理事業あたりをですねやっていこうということのですね取り組みもやってるところです。なるほど、あそこはもう地主系があって今後跡地事業のためのもの動いてるんですね。そのどうするんだろうと思ってたんですよね。キッチンでも使えないだろうからと思ったんですけど、それはもうじゃあこれからまた返還跡地をしっかりと、はい、いいですね。はい、そして、はい、5月1日、うん、2日がちょうどゴールデンウィーク の中日というか でしたね、仕事が、はい、入ってたものですから、うんうん、読谷村の交通安全推進協議会のですね、はい、定期総会ということで今年も例年のですね定期総会をやりまして、また今年も交通安全みんなで、うん、頑張っていこうということでやりました、はい、でその時の同じ日にですね、うんうん、2日ですね、すみません、トリプルクラウン沖縄、トリプルクラウン沖縄あんまり聞かないですね。そうですね、これは日立製作所ですね、はあはあ、天下の日立製作所が、はいはい、出資している、会社があるんですけど、うん、そこのですね沖縄パイロットファームというのが、今回いちご園をですね、うん、去年の、秋口から約3棟300坪のですね、はい、いちご園を100坪ずつの3つを、はい、作ってるんですけど、そこのですね、まあ、いちごがとりあえずできたよということですね、うん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 、試食会ということで、私とかですね、ユミタン出てきたいちごが、そうですね、初めて、まあ、しかもあんな近代施設でですね、はい、矢作町も含めて最初 の、まあ、お披露目ということで、いちご狩りをですね、うん、やって、まあ、食べたんですけど、すごい高架式ということで3段になっていてですね、うん、立っていて高さがですねあってテーブルみたいな感じの上に、じゃあ土にこう下にあるわけではなくて、はい、高架式ということで高い床でですね、そこにちゃんと混合されたもちろん資材は入ってるんですけど、
そこにあの点滴やりながらですね、はあ、やっているということで、すごいですね。これはまたあの観光農園ですね、うんうんうん、下もあのちゃんとしたシートが敷かれていてですね、へ、これからの村内でこれが出来上がったということ で、ね、今3棟できてて、これまあこれからあの いろんな形でですね、うんうん、研究開発、まあ、実際スタート、初めてスタートしてですね、研究開発していくということになるかと思いますけど、はい、皆さんいかがでしたか。なかなかね、村長の声を直接聞けるという機会はなかなかありませんよね、こうやって月に一度社長の番組に出ていただいて、清水村長のお声を直接皆さんにお届けしています。さあ今日も、今日の一番ニュースお届けいたしました。ゆうかん TV、 琉球新報先読みコーナー。このコーナーは琉球新報の提供でお送りいたします。明日の地方面ご紹介していきます。学校守る中年ヒーロー、糸満西崎親父の会活動を通し生徒見守る、こちらの話題からご紹介いたします。糸満市学校を守るヒーロー集団は親父、元 PTA 会長や自治会長ら中年男性20人ほどで構成された親父の会が、糸満市の西崎中学校で清掃活動などを通して子どもたちの安心と安全を見守っています。メンバーは普段造園や造船、建築などを本業とする普通の親父。メンバーの一人、前門さんは世話になった地域に対して当たり前のことをしているだけと話しています。さあそんなヒーローの親父の皆さん、さあ地域でもかなりの人気者となっているそうです。4月29日親父の会のメンバー5人が西崎中学校に集まり、そして新任職員の歓迎をするために、困ったことがあったらいつでも言ってください、僕たちは暇だからすぐに来ますよと会場に笑いが起こり、一気に場が和んだそうです。一人一人の得意分野を生かして地域を助けてくれるヒーローのような存在ですと皆さんのことが書かれています。さあ今回ヒーローの中年の親父の会の皆さんの新聞の方には大きく写真が2枚掲載されています。もしかして読谷村にもこんな親父の会ヒーローの皆さんいらっしゃるんじゃないですか。きっとね、日頃から地域の皆さんのためにも様々な活動をしているのが読谷村の皆さん、各自治会長さんを中心に活動なさっていると思うんですが、さあそんなもしね、情報などがありましたら私たちにも取材させていただければと思います。さあ続いての話題です。昭和へタイムスリップ、与那原町に昭和博物館、徳村さん心に余裕を、こちらの記事をご紹介いたします。20年の県外生活を得て地元与那原町に戻ってきた徳村さんが4月17日昭和博物館私はレトロをオープン。壁掛けの電話や手回しミシン、そして蓄音機に当時の週刊少年誌など22年かけて収集したコレクションが所狭しと並んでいます。徳村さんは当時は今と比べて不便はあったが、不便さを楽しむ心のゆとりがあった、心に余裕を取り戻す場所になればいいと、話しています。さあ気になるのがたくさんのね、懐かしいぬいぐるみだったり、飾り物だったり看板だったり、一つ一つ見るときっと昭和のあの懐かしい頃が思い起こされるのではないでしょうか。ぜひ与那原町に行かれた際には昭和博物館ぜひ一度お立ち寄りください。さあ続いての話題です。桜舞い散る町に桜吹雪祭り実行委員会植樹、2年を得て悲願の開花と記事が書かれています。桜舞い散る町にしたい、与那原町の町民10人によって植樹寄贈された桜が3月末2年の歳月を得て初めて花をつけました。来年はさらにたくさんの花をつけ与那原町をほのかに彩る、そういった期待が寄せられているそうです。さあ最後の話題です。
中山さん力作並ぶ北中城村の話題です。27日まで北中城村のあやかりの森で開かれている和紙ちぎり絵教室の作品展が13日から27日まで入り口の展示コーナーで開催されています。生まれつきの病気で体に障害のある中山ゆりかさんの作品も20点並んでいるそうです。ちぎり絵を始めて2年半で制作したゆりかさんの力作、ぜひ27日まで、あやかりの森で開催されていますので、ぜひ一度足をお運びください。以上、琉球新報先読みコーナーお届けいたしました。このコーナーは琉球新報の提供でお送りしました。ゆーかん TV、 いやささゆーかんよみラジ、今日の話題です。おいしいおいしい、今日は話題をご紹介いたします。焼き鳥しまさく、有名ですよね。とても一度でも行かれたことがある方多いと思います。もしかして常連さんという方はきっと嬉しいんじゃないかと思います。さあ、今日はおいしい焼き鳥しまさくの話題を皆さんにお伝えいたします。それでは早速 VTR スタート。本日は高千穂にございます焼き鳥しまさくさん、お邪魔しております。本日目の前にいるんですが、お名前の方お願いします。はい、こんにちは、焼き鳥屋しまさくのメカルシュウヤと申します。よろしくお願いします。メカルさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、メカルさん、焼き鳥しまさくさんということなんですが、はい、こちら、想像つくんですが、どういったお店になっているんでしょうか。そうですね、この県産の鶏をメインとした焼き鳥をと、あとは他にサイドメニューやら、この地元のお酒を提供しております。地元のお酒、どういったものがあるんでしょうか。は、東酒さんが作られているザンパと、今最近またおすすめで東酒さんが出したシークワーサーと梅酒も出しております。はい、まあ、シークワーサー最近人気が上がってるんですね。はい、女性の方にとても人気ですね。ああ、そうですか、ね、はい。あと、まあ、メインの焼き鳥関係はどういった種類があるんでしょうか。そうですね、この焼き鳥ももから内臓系、レバー、ハツ、つなぎなど希少部位も用意しております。はい、では、まあ、その中でのおすすめっていうのはどういったでしょうか。おすすめは、自分の中の一番のおすすめはつなぎというので、もう数量がちょっと限定なんで、この心臓と肝臓がハツとレバーの間から取れる部位で、本当に1日本当に5本とか限定なので、これはぜひ食べてほしいと思います。なるほど、はい。で、あと、島作さんは焼き鳥を掲げてるんですが、おでんがあるということで。はい、そうです。この今年からおでんも始めまして、これもまたとっても人気で、この最初に食べるもよし、締めで食べるもよし、結構お客様から人気になってます。どれぐらいの種類はおでん？種類は今のところ9種類。9種類。はい、一番人気はどれになりますでしょうか。やっぱり大根ですね。大根、はい、大根がよく出ます。これはやっぱり沖縄風の。そうですね、味付けはもうちょっとあっさりとした薄味ベースなんですけど、はい、やっぱり締めでこのおでんだけ最後に飲みたいって食べに来る人もいますね。おでんを飲みたいとか、はい、おでんの汁を飲みたいっていう、おでんの汁を飲みたいという方が、はい、来ますね。はい、ということで、わかりました。あと、お店のこだわりっていうのはどういったところでしょうか。そうですね、このお店のこだわりは、今自分がこっちに立っているカウンターなんですが、はい、この U の字カウンターで、ここではやっぱりお客さんが1人で来ても2人で来ても対面同士で喋れるっていう、はい、カウンターになってて、この地元のお客さんからこの観光客まで、みんなでこのワイワイ盛り上がれるカウンターをがになってます。なるほど、はい、なんか聞いた話によるとカップルも誕生したということ。そうですね、このカウンターで結婚したのが 2組か3組います、はい、もうその方たちは沖縄に住んで、今とっても幸せな生活を送ってます。なるほど、はい、ね、まあ、観光客の方がね、女性の方で来られてもね、もう、そうですね、一回女性の方が2人で来店した時に、はい、もうこのカウンターに常連さんがたまたま揃っていて、はい、みんなでじゃあこの島作のいいところを出そうって言って、このお客さんたちは代行代までもらって帰りました。
すごいですね。はい、はい、ね、もう地元の読谷村民のね、そうですね、素晴らしいところを発揮していただいてる、はい、熱い気持ちと優しい心で、ね、もう観光客の皆さん、本当にこの島作さん、とてもおすすめですよ。はい、大根の話題まで出るかもしれませんよ。はい、よろしくお願いします。はい、それでは営業時間の方教えてください。営業時間は6時から12時までとなってます。で、フードのラストオーダーが11時、ドリンクが11時半となってます。はい、定休日は？定休日は水曜日です。水曜日、はい、じゃあお問い合わせの連絡先お願いしてよろしいでしょうか。電話番号が 098-958-6877 です。6877、はい、はい、ありがとうございます。で、最後にラジオ映像をご覧の方に、まあ、一言リアルお願いします。はい、じゃあ焼き鳥島作、読谷のこの地元のお客さんが結構多いんですけど、観光客が来ても楽しめると思うので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日は焼き鳥島作さんをお届けしました。ぜひ皆さんお越しくださいませ。はい、もう美味しそうなおでんが、熱々のおでんがなんか食べたくなりましたね。皆さん、映像をご覧になられている方々いかがでしたか。一度はね、訪れてみたいと思っていた方、ぜひね、今日はこの足で行ってみてはいかがでしょうか。今日は美味しい焼き鳥のお店島作ご紹介いたしました。観光情報番組読谷ラジオは毎朝9時、紫村サテライトスタジオから生放送でお届けいたします。明日もお楽しみに。夕刊 TV FM 読谷インフォメーション、今日の話題です。スポンサー大募集、第33回読谷村ハーリー大会 in 宇佐海岸。さあ、皆さんもうね、ご存知だと思いますが、今年のハーリー大会、もう申し込みも締め切りとなりましたが、すでにもういっぱいになったそうです。さあ、皆さん、そろそろもうね、ハーリー大会に向けて準備を整えていると思います。さあ、そこで FM 読谷からスポンサー募集のお知らせです。皆さん、こんにちは。 FM 読谷スタッフ営業担当山内です。私ども FM 読谷では現在ハーリー大会の応援 CM を募集しております。6月18日日曜日に開催されます第33回読谷村ハーリー大会 in 宇佐、こちらの応援 CM 募集しております。プランは1万円プラン、3万円プラン、5万円プランがございます。ぜひね、お申し込みいただきたいなと思います。またね、この放送は、夕刊 TV あるいは、Ustream にも配信されますのでね、ぜひそちらも合わせてご覧いただきたいと思います。では応援 CM 募集してますのでよろしくお願いします。はい、営業のはじめちゃんから皆さんにね、ハーリー大会の募集のお知らせでした。ぜひね、申し込みたい、そしてね、応援したいという皆さん、改めて詳細をご紹介いたします。プランは3つ、1万円、3万円、5万円。おすすめはやっぱり動画 CM の特典のある5万円がおすすめです。お電話いただきましたら営業が皆さんのところに飛んでいきます。0989587860まで。以上、 FM 読谷インフォメーションでした。夕刊 TV、 まだまだ続くと、続いてはとことん読谷、知っとこ読谷です。最初の話題です。村内情報から、第33回読谷村老人クラブ芸能大会のお知らせです。各技クラブ活動の発表の場として、また郷土の伝統芸能の良さを再確認し、そして会員の各自の持つ特技を発表する場所。さあ、これが第33回読谷村老人クラブ芸能大会。こちらが5月19日金曜日午後2時30分から読谷村文化センター大鳥ホールにて開催されます。詳しくは読谷村老人福祉センターセーラ園、0989215006までお願いいたします。さあ、続いての話題です。愛知東邦大学進学説明会 in 読谷村のお知らせです。さあ、こちら愛知県の東邦大学は2016年8月12日に、愛知東邦大学と読谷村は包括連携協定を結んでいます。
さあ、愛知東邦大学が読谷村の推薦する学生を毎年数人程度受け入れて、そして、協力体制としてこれからも施設と協力と施政体制を整えていくことになっています。さあ、そこで進学説明会が行われます。5月21日日曜日、朝午前の部が10時から12時、午後の部は1時から3時、場所は読谷村地域振興センター2階 大会議室となっています。さあ、ぜひ皆さんお出かけになられてください。さあ、続いての話題です。行政情報ご紹介する内容、平成29年度ノーベル平和賞を夢見る村民基金のお知らせです。さあ、こちら、さあ、ノーベル平和賞を夢見る村民基金って一体何でしょう。村民の皆さんのユニークなアイデア発想などで行われる地域づくりの企画立案に対しての助成金、さあ、こちらの収益金事業を募集いたします。第1回の提出期限は5月19日の金曜日。いろんなアイデアや発想がある皆さん、ぜひ一度応募してみてはいかがでしょうか。助成希望の団体は読谷村役場3階企画制作課まで982-9205までお願いいたします。以上、行政情報でした。このコーナーは皆さんからの動画、メッセージ、また取材依頼、またこんなすごい人がいるよ、こんなものを発見したよ、いろんなさまざまな情報を募集しています。 FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp 以上、とことんよみとん、しっとこよみたんでした。ゆうかん TV。 さあ、お届けしておりますゆうかん TV、今日はね、木曜日となっていますが、まあ、週の、だんだんこのあたりになってくると皆さん少しずつ疲れが出てくる方もいらっしゃると思います。さあ、しかし梅雨の合間にこうやって晴れているとなんとなく気持ちがね、楽に高揚してくるような気がいたします。さあ、この後帰宅ラッシュの時間となりますので、皆さん安全に走行ください。続いては読谷交通情報です。国道58号レオンカメラの様子です。さあ、現在大湾交差点向け南向き、車は現在順調に流れています。しかし、この後、7時30分ぐらいまでは、かなり車が混雑を予想していますので、皆さん早めのライト点灯、そしてしっかり車間距離をとって走行ください。続いて大湾交差点から北向き、イラミナ・キナ方面、現在こちらも車は順調に流れています。歩行者、そしてまた急な自転車の飛び出しなどもありますので、皆さん前方、そして横もね、右左確認して走行お願いいたします。続いてラジオでも放送しています。平日朝7時30分から夕方5時45分からお届けしています。以上、読谷交通情報でした。ゆうかん TV、 みんなのお天気希望。さあ、みんなのお天気希望、このコーナーは皆さんの明日の希望する天気を紹介しています。さあ、今日はどなたでしょうね。毎日ね、あ、今日、そうそう、素敵な三線の音色からスタートしますので、皆さんぜひ耳を立てて聞いててください。それでは早速 VTR スタート。皆様、こんにちは。おた三線を、やっております、ひかりです。好きな天気は晴れです。まあ、晴れだったら、まあ、心も晴れ晴れして、まあ、とてもいい、気持ちになるからです。僕はですね、まあ、県内各地で、おた三線を使って、まあ、いろいろな活動をしています。Facebook でですね、この活動とかいろいろ見れるので、ぜひ皆さんはチェックしてみてください。ありがとうございました。爽やかな、ね、三線の音色とひかりさんの笑顔を皆さんにお届けいたしました。さあ、気になりますね、梅雨の間ですから、今はどのような天気になっているか、明日の天気皆さんにご紹介いたします。本日夕方5時、沖縄気象台発表天気予報、まず天気概況からです。
沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。さあ続いて本島中南部のお天気です。北東の風晴れ、波は 1.5 メートルの高さとなっています。そして明日の最高気温なんですが26度と今日とあまり変わらないですね。爽やかな陽気となるようです。続いて今夜から明日のお天気です。今夜も明日も晴れマークが出ていますね。洗濯物もよく乾くと思いますよ。最後に読谷村に出ている注意報警報です。現在警報注意報ともに出ていないようです。皆さんね、この時期に、気温もねそこそこなんですが、明日明後日までは晴れ間が続くようです。さあ気になる降水量なんですけれどもね、今ダムも、しばらくはね多分 50% ぐらいとなっているんじゃないかと思いますが、さあこの時期にだからこそ皆さん水の節約ね、本当に出しっぱなしの方々も多いんじゃないのかなと思いますので、ぜひ皆さん水の大切さ、家族でもそして職場でもね皆さん心がけていただくようにお願いいたします。以上天気予報でした。夕刊 TV。 さあ夕刊 TV、 6時から6時30分までの30分、そして平日の月曜日から金曜日まで、本当に皆さんにね読谷村の情報毎日30分にまとめてお届けしているのが夕刊 TV。 本当に読谷村の情報だけを30分にねまとめて放送してるんですが、毎日情報がたくさんありすぎて皆さんに伝えられないぐらいたくさんあるのを皆さんご存知でしょうか。またね、朝の情報はイモーニングでみゆきさんが紹介してくださってますけれども、各自治会の情報、またねこういったことがあるよ、そういった情報などぜひ、FM 読谷の方まで情報をお寄せください。お待ちしています。さあお届けしてまいりました夕刊 TV、 明日もまたこの時間にお会いいたしましょう。それでは皆さん、また明日。プレゼンティッドバイウィンズ池原建設。嬉しいこといろいろ、楽しいこと山ほどばっかりでもないけど、生きていけばいくほど人は知れば知るほど人は好きになるのよ。そんなベルにもなとくらなるほど大げさなことじゃなくていいんだね。毎日通う道にかかる虹、同じ時を過ごし同じ空見て同じニュースで涙を流してたな。僕らのレディオよ響け、晴れの日にも別れの時にもいつもこの音聞こえたら笑顔になれるのだから。涙がこぼれた日も間違いただせずいた日も光を灯せ